もうちょっと上げる？でもちょっとめっちゃ邪魔になってる。私のこっちこうするよ。うん、ああ危ない。みんなわやいわやいわやい。これなんかあれ YouTube のさ、あるよね。メシテロの。あるよね。え？痛いね。やだ。え、待って、そこタコとか入れてない大丈夫？どこのマスク？ケイトです。四色あります。四色。ティッシュあれとかない？ティッシュペーパー。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。可愛い。食べます。はいはいはい。めちゃくちゃ塩辛いさ、プリプリのものがさ、カードのとこにあるんだけどさ、これは小焼きなのかさ、自分の肉なのかわかんない。やだ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 。お、やだ。肉だ。自分の、どこに行っても見られてる。グラーカリさんの時間配信にお邪魔してるんですけど、ちょっと見てみましょう。ありがとう。ちょっと怖い。今村美月をご覧の皆さん、こんばんは、矢野花子です。ごめんなさい、はい、人狼したい。はい、今村で人狼するところまで素が何だか見ないともできるようになります。今日からなんかイベントでアイスのイベントが始まってるみたい。アイス食べたくなりましたので。こんばんは。うん？こんばんは。こんばんは。今村美月さんだじゃないよ。自宅ではありません。ワヒナ、今のあるんですね、地名。お前が人狼か。タコ焼きアイスあったよ。私人狼じゃないよ。ああ、ちなみに今日、私らと昨日か、抜いてきたので、ちょっと入ってます。カメラで食べるの焼き声よね。すごい、輪郭が変わりました。めっちゃ普通なんです。これが通常。この前も生えてて、鬼笑ってました。でも2回目で気持ちよくて、でも言ってなかったから、ここ、ヤッホーブームみたいな。そうだよ、違う、なんか、なんだったっけ、あ、このマスクをね、私持ってるよって言って、持ってるよってブンってやったら、痛いって言われて、ごめんってな。そうそう、死ぬほど気をつけて。見て、ちょっと。これはね、いるの。いるやつ。別の視点で見たい方は。でもそれ以外ない。食べれるやつ。ソーセージ。ソーセージだよね。なんか小顔ソーセージ。ソーセージ。ちょっとね、見る。見る。見る。これそれで見れる。隣に今村のチーズがおらんで、はい、待って。こちらのソーセージ2枚入りなので、怖かった。怖かった。中に中に挟まってたのはソーセージでした。はい、確かに。そろ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 、じゃあ、みちゃんとたきなでいきます。こんばんは。人狼やるって言ってたんですけどね、やりたいんだよね。待って待って、すごい。24時間で、ね、私は12時で切れます。すごい、なんか逆転してるので、もう結構はけてたんですけど。ありがとう、うん、よしたくさん、よしたくさん、お誕生日おめでとうございます。何これ、よー、まあ、よ, よいしょ。吉高さん、おめでとう。ごめんよ、センスなくて。見て、見てよ、寝かされてってやつ。
んな元気やな。確かに。え、人狼どうなった？人狼する？はい、人狼しますか？何これ？ね、香川キーは入れたあれです。やる？やろっか。やる？お願いします。イエーイ。若者って人狼してやる？誰かの携帯に入れる、ね、携帯。おでの携帯。おでの携帯。おでの。ありがとう。おで、ミューロン。じゃないわ。なんだ？ベスト。ミューロン。なんだろう？今日のベスト買った。ミューン。ごめん、お菓子全部出た。たこ焼き全部出た。まだ焼いてる。そこにいる。ごめん。よし。入れて。頑張って。ねじ込んで、ねじ込んで。頑張った。あ、ねじ込んだ、ねじ込んだ。はい。何入れたい？みんな。え、でもね、意外とね、占い師いないのね、面白いよ。新鮮。そう、人狼いないぐらい新鮮。あれ、ゴリラ人狼。騎士はいるんよ。騎士はいるの？ね、騎士はいるで、ね、占い師で一発で当てられたりしたらさ、また終わるじゃん。いや、しかも人狼もさ、占い師ですって言えないから、確かにあれなのか、本当の演技みたいな。一回なんかデフォルトでやってみて、細くなった、細くなった。あかりに買ってあげたやつやね、たぶん。あ？二の腕で鍛えてる。この見てだって。ここにいる。あ、いいよ、マスターあげたやつ。コップで飲む。飲ませてあげる。え？飲まれた。お母さんに二の腕見せてあげる。いいよ、鍛えてる。どこでもいい。朝まで付き合ってもいいよ。どうすか？飲むもんな。姉さんのやつ。あれ？あっちのイチゴどこ行ったかしら。ここ誰？誰やる？誰やる？うん。みんな、みんなやる、みんなやる、みんなやる。ありがとう。朝の9時ぐらいがやばいと思う。ありがとう、勝ててるな。マスター、あとでチュー。ミュウミュウのくれました。めっちゃチューだって。腕を鍛えてる。あ、今、兄出すってるな。腕鍛えてる。なになに言ってない。9時が何？こうやってやったら、ちょっと待ってる。9時ぐらいになると、そうだね。腕絶対長いよ。うん、だから綺麗。細っ。すごい、もう余分な肉がない。ね、で何も見えない光ったんで。わあ、わあ、すごい。ドカちゃんの方がすごい。あ、ドカさんはすごい確かに。マジプルプル。ああ、なくしたいでも。プルプル。どうやってやってるんですか。ダンベルとか持ってこう。でも。おお。大事です。筋トレ。でも二の腕は。プルプルぐらいがいいです、女性は。矢野さんは足の筋肉も結構いい曲線そこじゃ見えない。頑張ってください。ありがとう。大きいですね。どこの洋服ですか？ね、これはね、GU で、これはかわいい、ザラでございます。かわいいよね。かわいい。靴もかわいいですよ。靴はプチプラスタジオクリップでございます。おー、かわいい。ちょっと私から見えてる。これかわいいよ、白いローファー。何？ちょっと何焼くよ。地域応援プロジェクトになった。あ、ぜひ炎で出てもらえる。あ、今日そうだった。そうじゃし。見て。あ、なんか来たかしらね。ありがとうございます。眠りして。カリンさんのグッズだ。グッズね、もう飲めない。え、私だけ分かりやすい。お洋服紹介ありがとう。何？人狼2人。これもね、すごい荷物。人狼2人。人狼ないし2人。これね、まだ自由で売ってたし、これはまだ売ってた、ザラで。これはえ、おーい、みんなジョエテみたいな。ユミコの写真するさ、おばあちゃんのお花が写ってたりさ、いや、これ動いてないんですよ。嬉しい。恋人は？さっきのって感じだよね。ザラやっぱりね。本当嬉しい。恋人いらんのじゃない？28,000。恋人？優雅さん。誕生日おめでとうございます。ふご？よ。パパラッチ？よ。メンタリスト？なんか難しいのよ。うん、誕生日おめでとうございます。普通のやつ最初はやろう。ありがとう。こんな感じで人狼に。うん、遅い遅い。ゴー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 
嘘だよ。暗号いないわけないでしょ。暗号靴を見せるために私に見えるの。支えになったら支えてあげる。でもなさか見えてる。え、見えた。どこどこ。やめて。別アングルからいろんなところで見られてる。すごくおしゃれ。ありがとう。イング今日イングのさ、イング通ったらさ、そうそうそう、おっちゃんがいたんだよね。え、背景に。わしこう見ててイング、おっちゃんがいるってなった。そう、イングだけだった。かわいい。ふきちゃんは許さんって。あ？なんかミツのファンの人、私のこと許す人多いのに。そう、ふきちゃん。ミツのファンの人にいつもね、あれ。危ない人認定されてる。ガチンコ逃げてって言われる。何もしてないのに。何もしてないのに。あかりんさんってなんかめっちゃ冷めてるときは冷めてるのにそういうことするからちょっと怖いんじゃないですか。なんかいざ聞かれたら、いや別に何もない。別にいつも冷めてますけど。あ、そうか。別に。ひろこさん。別にですけど。別にですけど。ね。どう思ってるんですか。副キャプはキャプのこと。逆じゃね。いや、キャプのこと、うん、女さらしだなって思って。ああ、まあそれはどうい、男さらしでもいいんだけど、別にそれはいいんだけど、女さらしはちょっと許せないなって。ほほう、その心は。わしが一番目に葵ちゃんの肉じゃが食べるね。うわ、こういうところ、こういうところ。マジこういうところダメダメ。両方アカリンの違う、アカリンが眠くなった時にこう食べて元気を出すようなの。葵ちゃん誰に作ってきたの。え、なんかミユミユが食べてさっき。負けた負けたよ仲間だね。もうおいバイバイ、まきちゃん。え、帰る。お疲れ、ありがとう。あ、明日仕事頑張れる。明日仕事なんだ。まきちゃん、スノーのっていいから写真撮らせて。ごめんね、皆さん帰宅。まはちゃんも食べたの。はい、さようなら。いいね。あと、うん、みちさんは悪い。違う。あなたマスクしてすぐ持った。あ、いいよ、やばいね。もひなさんのモノマネ本人のまでできてよかった。うん。よかった。いい、まあ、よくやってたけど。ありがとう、まひちゃん。ありがとう。お疲れ様でした。頑張ってね。お疲れ。ジジ連れてきてもいいよ。ん？ジジ。あ、連れてけばよかったよ。ジジ会いたい。ジジに会いたい。猫。ジジだせ。気持ちいい。冷た。ジジだせ。エサだけ置いておこうか。エサだけはいい。頑張って、みんなさん。お疲れ、お疲れ。バイバイ。そう。起きれないならいいな。事故？起きれないならいた。大丈夫。マッチャン送る。マジ？ジジに会いたかった。アニマルセラピー。また明日ね。気をつけて。お疲れ。バイバイ。今日もお疲れ。ファンの皆さんおやすみなさい。できるの？セレブみたいなサリカ。確かに。ティッシュ。ありがとう、みつきさん。はい、明日。私は明日仕事終わります。ママね、本当はないはずだ。私も今日は会ってしまった。また映画の予定。うん、でもどこ行った。私があって、明日があって、会わなかった。
ひまわりじゃん。ね、あれ、うん、あ確かにうちまだしこなの。本人いないし誰も喋ってないし。え、メール送ってなかった。あら。やば。これあれか。あれだ。うどんだ。やめいただか。あ、送っとった。歯はね。飴食べてないよ。おいい。が、私に今日もくれてありがとう。肉じゃがです安全ピンってありますか？安全ピン、え、これやる？そこにあるか、はい、そこにやる、減ったもん、確かに減っちゃったね、かわいい、やりたか、やる、やる、何時までいる？まあ一応8人もいるの？めっちゃ出れるけど、どん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 眠くなって、いただきます。ハネは羽根、え、待って、ゴー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 は勝手に名前を作る、ゴーゴー
言語。南。まだ始まってないんだ。うん。まただだもん。ね、本当に良かったウィンナーで。良かった？本当に怖かったもん。本当にハグ出てきたと思って。ああ。よかったよ。本気で心配してた。本気で心配してた。はい。邪魔。邪魔。よかったね。ああ。あれがさ、本当に邪魔に苦だったっ。邪魔。邪魔。ちょっと最近休日でレベルだよ。それだ。あ、明日歯医者に行ってきます。あ、マジでそれ。人狼するじゃないの？私の名前綺麗になってた。よかった。好き。何やねん。ちょっと痛こらしない。ほら。ごめんなさい。あ、見ちゃった。人狼のこと。邪魔しないな。人の将来を見た時さ、自分の方が好きなんでびっくりする。自分なりもだった時。マジでか。え、これ見せたの？ファンの一人。見せてないわ。ミスキーだけ見せてない。マジだけ見せてない。ごめんね。これ見てのお尻です。これ見てのお尻です。これ見てのお尻です。これです。これ見てのお尻です。ぼんじり。ぼんじりです。ぼんじりです。ポッキー。え、ぼんじり食べたい。みつきのぼんじり食べたい。もうやめて。あんた。同じ顔しよう。ちょっと踊っとるけど。見ながら私。みんなが感謝してくれてるかな、お尻を教えてあげたことに対して。葵さんです。人狼。感動しないみんな。役職が始まった。あれ？おかしい。みんながおしお尻と教えてくれてありがとうって言うと思ったら誰跳ねて逃げてだって。あ、前の方か。逃げてなんで？やべえ。チャマに会いたい。私もチャマに会いたい。私もねえ、今度こそ2枚入ったのやばいね。え、そうなんです。え、今リプ返していい？もうすぐ返して。綺麗になるから。え、いいねで返しますけど。綺麗に。嫌だ。え？目がやばかったんですよ、昨日。あ、違うよ、本当に一瞬綺麗だったから、その時に豪華だったよ。人狼何言ってよ。まだ1ヶ月ぐらい。何今何中？朝起きた時目が開けてる。あ、まだ今怪しい人間、私一番さそうだ。はい、はい、目薬とかも買える。人狼何人？ちょっと高めの1000円。人狼2人、そんなに？占い師1人、霊媒師1人、歴史1人。歴史？歴史って何？歴史。歴史って何？お尻、お尻。もうどこ行ったもんするじゃん。はい。はい。人の二人だって。二人なんだ。歴史は？歴史。歴史。やめ、何その歴史。ありそうなんや。ありそう。え、私なんだっけ。歴史は何なんだ。どすこいで力で。私市民。普通の。あ、私も市民でした。ノーマル市民。ノーマル市民。あ、市民。市民。ノーマルって普通のってことよね。うん。ノーマル。ノーマル市。霊媒師と何があるんだっけ？騎士占い師。人狼2だって。1、2、3。え、市民何人？3。3？ 3？ 市民がいるんだ。マジで市民だから何も言えない。あ、本当だ。いやいや、私だけ平和。え、終わったの？もう。え、占い師いないの？霊媒師いるんよ。みちゃんじゃないの？占い師。霊媒師だよ。占い師。霊媒師と占い師違うの？違う。霊媒師は死んだ人が。みちゃんは何師？霊媒師。あ、じゃあ死んだ人を見るの？そうそう。誰か死なないじゃん。安牌。安牌の人。いや、福ちゃんいるじゃん。福ちゃんリアル狂人だもん。リアル狂人こと福田です。リアル狂人。はい、霊媒師。何だった？あおいちゃんが人間だった。おー。あらー。そうです。反応わからんよね。騎士は、おい、マイハン守るってことか。ってことで、もし他に出てこないんだったら。そうだね。うん。騎士。でも騎士言っちゃダメだよ。確かに。殺されちゃう。何だよ、さっきから。うろうろしよって、帰りに。話し合って殺さないといけない。そうだね。占い師が、はめ、霊媒師がみちゅ、あおいちゃん人間、あおいちゃんが人間、人間はあったことないから、確信はないわ。わかんない、騎士かもしれないし、あ、そか、の市民かもしれない。狂人いないよね。わからんね、急に狂人出てくるかもしれない。人狼さんに、ギャー、反応した。ありがとう。アンガー、ありがとうございました。アンガンゴゲー、アンガンゴゲーでしたね。
それを踏まえた上での市民の人どうするどうする誰釣る釣る釣るって何その専門用語使わんじゃん。殺すかな。やっぱでもさ、みちゅはあれでしょ。でまいはがあれでしょ。で、あおいたも白なんでしょ。でそれ以外から選んだ方がいいよね。うん、もうそれ以外の人を、まあ、なんでも多分ってなっちゃうよね。もう今別に誰死んでも。そんな。確かにやばいしょ。もう分からんもんね。真の霊媒師がおるけ。真の霊媒師。おいや、私が真とする。え、もうじゃあ、え、理由もなく吊るされる人を選びましょう。オッケー。占い師一人？マイナだって。マイナは、おいちゃんも。シロ、シロ。うん。ありがとう。ちゃんは何なの？市民です。とりあえずやっぱり、ね、後ろの方にぼんやり市民だから何も言えない映ってないんですよ。もうがっつりここしか映ってない。すごいすごいよね。ゆみこ、はい、あんこあんこにゃんにゃん。やばい、私すごい全部の画角に映れる人だ。いやいやなんか繋いだら星型になるんじゃないですか。ならんかめんどくさいから、まあ、一番上に。はい、みーちゃん。私なんか
投票だ。はいよ。なんかの発言が。何タイプ？東京。オッケー。何もない。どうか私にときめく一言。ちゃん、いつだって付き合ってあげるなでも。ここ。おてちゃん。だってあかりさんあれだから呼び込んだから。とか。私が何言っても姫かん。そうなんだ、ごめんごめん。そうか。ロリロリ。ロリロリロリ。やだ。あ、無理無理。あ、無理無理。これ見ていい？あかり。いい、何も書いてないよ。何も書いてないよ。何か。まあ途中だもん、それ。え、たこ焼き食べていい？もう行ってそう、もういいけど、お皿出だね。いただきます。ごめんね、なんか何も作ってなくせに。すごい。めっちゃ上手じゃん。天才か。お、オッケーが死ぬわ。おーああ。本当に。本当に。何なんでしょうね。私が捧げてきた4年間は、一体。お疲れ様でした。バイバイ。さようならでした。失礼されます。はい、さよなら。ゆりこの画面ずっと高焼きなの？そう、ロイだけ入ってる。そういうこと？高焼きなの？いいよ。何のコメントしてるのみんな？誰も高焼きについて。誰も聞いてない。でもゆりのブログ見てた、私のルーム。もうね、なんかね、見てほしいみんな。めっちゃ美味しそうに見える。めっちゃさ、その。ちょっとさ、ポートレートチックもいいね。うん、いい。ピントがちょうどいい。プクプク。はいよ。怖いんだけど。怖い人がいる。ね、怖い。筋トレチーム。ストイック。めっちゃ美味しそう。美味しそう。はい、チキン。まんまる。まんまるまるまる。あー、消えちゃった。これ気作るよ。切った。ごめん。あー、ですか。ごめん。やめて、来ないで。あなたはやめて。え、これ何？どうなった？コピが変だ。怪しいと思う。あ、そう。はぁはぁ言ってんの聞こえない。目が眠そう、眠い。ごめんごめん、おいしい。オフなのに、オフなのに、めっちゃもう、うまい。生活リズムが、合計合計だけど、綺麗なんですよ。なんだっけ、ボノロン。これはボノロン。今開けた。犠牲者はいませんでした。どういう意味？どういう意味？騎士が守った。マイハをマイハをやって。じゃあもうさ、おきちゃん絶対に守るじゃん。私は騎士ではない。そしてにわかに怪しいと思われる人物はゆりこ。分かる。あ、分かってる。強かったな。あ、おきちゃん市民だったよ。あ、連呼したから。うん。あ、そうだ。あ、でも騎士はいるから。うん。確かに私だったな。騎士有能。あ、占い師占い師。みんながね。みゆみゆが人間なんだ。すごい。シロです。ということは、まあ難しいね。ゆみりんとみーちゃんと福ちゃんの中に二人おる。ああそういうことか。そういうこと。じゃあみーちゃんと。当事者が全然わかってなくて。じゃあもう。ニャポッポ。騎士出てるじゃん、騎士。ニャポッポ。確かに騎士出たら終わりじゃん。はい。お。はい。待って待って。待ってこれ。ニャポッポ。これこれ。人狼向いてない。絶対いる。絶対この二人だ。向いてないよ、絶対。だってさっき私ミチ守った。あ、レアバイシ守ったの？ミチ守った。ミチ守ったの？だってミチを守る人でしょ？え、違うよ。違うよ。本当は売れないしだけど。私マイハ守ったよ。でも、いや多分この中にマイハちゃんを守る人はいないと。うん。ひどい。私も多分。だって絶対に狙う。で分かってるから逆に狙わない。なんか役職持ちだから持った方がいいのかなと思って。これは福ちゃんかな。うん、本物。ああ、分かりました。本物かな、な気がするけど、どうですか皆様は。
いです。自首した。まあ、とりあえずまあ私は初手から南に出てたよ。やめろよ。じゃあちょっと南に一回するね。もう自白しちゃった。一番最後に出てきたし喋らないもんね。キチナビ逃げるの眠すぎる。騎士みんなあげえよかった。ボードあって危ない。ご時世ありがとう。私誰に入れたっけ。ポッキー確か入れてないよ。ヤマハさん、ね、どこ？アカリンがさっきさ、アカリン騎士って言ったの。ヤマハさん、天才。お誕生日おめでとうございます。自分で死って自分で言ってない。一番アカリンが分かってないじゃん。なんか多分いろいろ。よいしょ。100回ぐらいとか。ヤマハさん。お誕生日おめでとう。まあそりゃそうだ。なんで？騎士ユミ騎士の子が怪しい。ヤマハさん、おめでとうございます。今日誕生日です。おめでとう。え、もういいです。あのもう大丈夫です。あの私の画面をミミが開いてビビると殺しちゃったんで。ユミコ、はい、私とミナミが人狼です。いや、終わった。これから人狼の役目をミナミがしてました。はい。え、どういうこと？最初から見えてたの。途中から私の画面開いちゃって。はいはい、はい、私対抗とかが全くわからないんで占い師を決定しましょう。そうだね。あー、まあ、でも出てきたの騎士やけど。なんか分かったら分かるじゃん。それが分かんないから。だいたい人狼のね、片方が出てくるから。そういう技術を持ってないんで。あんま2人で話し合う時間ないから分かんないよね。するな。え、でもさ、え、これ、ど、え、え、占い師消すの？やってみる？だったら、あの、計画しとく。斉藤さん、ありがとうございます。いいよ、入れとこ。できてます、できてます。まあでも、作る人狼じゃないから大丈夫だよ。うん、確かに。そんなすぐ人狼なことないよ。確かに。めちゃめちゃ、海に入れちゃうから。言って、大丈夫だったら。やばくない？ありがとうございます。ヤマハさんおめでとう。皆さんおめでとう。2回連続で人狼なんてことはね。フラグ立てるのやめろ。すごいフラグ立てるじゃん。はい、選んで。ヘレモンソ食べに来た。え？スタッフのアオルまで行ける。か、スラッフ姫か。スラッフ。はい。何でも見た。ルフィ。何ですかに私これ選ぶ。
きなの？すごい震えてた。あ、これがピカピローが好き？次行こう。ミスミスピーだよ。ね。いや、ミスミスさん、ネイクノイズの時も震えてるよね。私は24時まで。一緒にお風呂入るのって言われて。震えてる震えてる。見えない方がいいんじゃないですか。なんか全部見えてる。震えたら見えたくない？見えたから怖いね。女性の体というものは。見えない？見えのカバンが12人来た。狭いかな。そうだ。確かに。バカにやれました。もし世界がパンちゃんのツイートしてきます。ちょっと待ってね。